アタガワバナナワニ園とは、静岡県鴨茂郡東伊豆町奈良本にあるワニや、熱帯性植物を主に扱う動植物園。伊豆のアタガワ温泉にある動植物園。1958年9月20日に開園。1971年3月1日には、分園が開園している。2008年にワニ園の改修工事が行われ、全体を覆う屋根ができたほか、ワニを、 横や下から観察できるようになった。伊豆跡川駅前の本園と送迎バスで行く分園からなる。温泉の熱を利用してワニの飼育や熱帯植物の栽培を行っている。飼育しているワニの種類では世界一で17種約140頭が飼育されている。そして日本で唯一西レッサーパンダの飼育、繁殖を行い日本で唯一 アマゾンマナティーを展示している。この他、ゾウガメ、オオバタン、オオサンショウウオ、フラミンゴなどがいる。また、約20種類のバナナを育てており、栽培されている熱帯植物は約5000種である。本園、ワニ園、本園、植物園、分園の3つの展示施設から構成されており、共通券を利用する形となる。アッシュ、雑種含め、 全30種類あるワニのうちの17種類を約140頭飼育しており、その中にはイリエワニのアルビノ個体である白ワニが含まれる。他にはオーバタンやピラルクも展示されている。アタガワ温泉の熱を利用し、八棟の温室に熱帯生植物を展示している。コワニ、アマゾンマナティもここで飼育されている。パノニ園から500メートルほど離れており、 無料送迎バスが出ている。文園にも駐車場があるので、自家用車で行くことも可能。熱帯性花木や果実が展示されている。他には、ワニの放流地、フラミンゴやトキの包丁掲示がある。アルダブラゾがガメは1988年9月30日、セイシェル共和国から寄贈されたもの。文園では、レッサーパンダが30頭以上飼育されている。飼育されている。 レッサーパンダはネパールレッサーパンダという種類である。レッサーパンダの飼育頭数は日本国内でトップクラスである。レッサーパンダは日本では人気が高く各地の動物園で見ることができるが、ネパールレッサーパンダの足がいるのは国内ではここだけである。ありがとうございます。